じゃあ学習院の問題いきます。はい。うーん、わかんない、全然わかんない。 Lately はどういう意味ですか？遅く。そうだ、始まりました、ムチチャンネル。さあ、今回は何なんでしょう。ユリカです。ああ、そうだ、ユリカ大量さんですね。じゃあ、ユリカ大量さんですが、今回は英語勉強してるってことなんで、埼玉大の問題解いてもらおうかな。ほう。過去問やりました？やったことないです。ないんかい。え、形式知ってますか？京手と二次が、現代文と古文だけなの。はい、ああ、国語の先生だから？はい。ずるずる。英語やんないでいくってこと？英語の二次はないんです。じゃあもう協定だけの、はい、次第はどうすんの？どっかの教育学部。どっかの教育学部。どっかの教育学部か文学部。文学部、はいはいはい、まあ文学部、国文ですね。それでやればいけますけど、じゃあ実力を見ないといけないですね。今どこぐらいまでやりました？勉強は文法はここまでやりましたとか、解釈はこんなことやりましたとか。どこ？どこの単元ってことです。どこの単元？単元って順番決まってるんですか？わあ。単元って意味わかりますか？はい。まあ、ここの先生ですから、日本語の意味。はい、テーマ的な。そうですね。はい、そのテーマです。でも、東大はどうするの、ちなみに。東大だったら英語ゴリゴリにやるんですけど。そうですね。できるんですか？できるんですかね。そのだから文法をやったんだったら、ちょっと文法をね、ちゃんとやるとか。まあ、やっ出ます。それでやってみますか。じゃあ学習院の問題いきます。はい。学習院がやっぱり基礎にはいいので。そうなんですね。はい。うーん、わかんない、全然わかんない。わからない。わからないしか言ってないんですけど。全然わかんないです。なんとなくです。はい、終わりました。終わりました。難しかったと言ってましたね。はい、何でも分かんなかったです。1番 The art exhibition was wonderful apart なんとか some bad oil paintings って書いてますね。意味わかりますか？わかりません。わにゃどこがわかるってどこわかんないですか？ Some bad oil paintings。図が分からない。油絵。ああ、そうそうそうですね、油絵です。悪い油絵。うん。にの、はい、ワンダフルアパート。アパートって何ですかこれ？アパート部分。あ、アパートね。はいはい、それはアパート。アパートって何ですか？アパートって何ですか？これもう批判さっとその批判とそう、アパート。いや、アパートが分かんないと答えは出ないです、はい、アパートフロムですね。アパートフロム。アパートフロム、はい、アパートとフロムも一緒に使う。これを聞いてあーってなってない。Apart from、 はい、あ、なんかやった気がする。本当ですか？ターゲットに乗ってた気がする。熟語かな。熟語ね。はい、なんだっけ。だからエクスビションですね。 Art exhibition は wonderful だったんですよ、はい、よかったんですよ、プラスですね。はい。それに対して bad oil paintings だからこっちマイナスですね。はい。それを除いてはっていう意味ですね。あー、 except の意味ですね。 apart っていうのは離れるですから、 apart from、 それから離れてから、それ以外は。なるほど、覚えました。本当ですか？次、She is なんとかって extremely cold weather because she grew up in Alaska。 はい、なるほど。答えは分かんなかった。どれを選んだか。いいだと思います。 accustomed、 be accustomed to、 どういう意味ですか？なんか順応するみたいな。なるほど。なるほどね。アラスカで育ったから、はい、めっちゃ冷たい天気に順応する。はい。正解は正解なんですけど、はい、はい、be accustomed to ですね。ただ意味は知らないといけないですね。そうですね。他じゃないかなと思って。アラウはどういう意味？消去法。アラウは。許す。アスクは。尋ねる。アウェイクは。起こす。起きている。起きている。カスタムは慣れているって意味ですね。慣れている。ビアカスタムという。だから、ものすごい寒い天気にも慣れてますよっていう。うん、カスタムは習慣が入ってますね。単語の中に、はい。別の単語に変えてください。カスタムは慣れている。ビーなんとかトゥーで慣れている。ありますね。ビー。ビー。You から始まるやつ。You から始まる、はい、Used to。 そうですね、 Be used to、 慣れている。それは知ってますね。知ってます。そこでボケなきゃなってそこで面白い答えでね。はい、次。 Having swum 5 kilometers he slept なんとか last night。 あー、これいいね。わかんないです。答えは何にしましたか？ Lately です。 Lately はどういう意味ですか？遅く。
それは late ですね。え slept late last night。 夜遅く寝たってことか。夜遅く寝た。なんで5キロ泳いだ。疲れた。疲れたら寝れないの。逆じゃん。疲れたら寝ちゃうじゃん。寝れなかったんです。いや、しかも どっちにしろ遅く寝た。まあまあそういうこと。 cleanly は違うんですね。 openly、 soundly、 soundly、 はい、わかんないです。ぐっすりですね。ぐっすり正解ですね。ぐっすり寝た。sound asleep っていう副詞のサウンドもよく出ますので。知ってます？知らないです。ああ怖い怖い。もう批判殺到ですよこれ。続いて4番。 Many neighbors are opposed to an apartment tower なんとか in the area。 うん、これ文法問題ですね、うん、そうですね。さあ、答えは？はいにしました。最も遠い答えがはです。ああなんではに？なんか現在完了形ほうかなって。どうしよう、もう出てるじゃん。 Be opposed to。 確かに。 Be opposed to って言うんですか？ Be opposed to、はい、なんとかの反対。うん、まあまあまあなんとかに反対するってね。The neighbor は隣人。そう、隣人は反対。何に？アパートメントタワーがこのエリアに立つこと、うん、そうですね。ビルドの過去分詞ですね。これね、ビルドだから。ビルドです、ね、ビルドはどういう意味ですか？立つじゃなくて立てる。そうですね。タワー立てるになっちゃいます。これだとタワー立てる。タワーは立たされる。立たされる。国語の先生になりたいんでしょ。建てられる。建物を立たせられるとか言うんですか。建てられる。そうですね、建てられる。なんで B ビルと。どうして原型になっちゃうんですか。どうしてダメなんですか。なぜ動詞は1個ですよ、一文に。あ、じゃあ being ビルとです、ね、はい、にしないといけないですね。なるほど。まず be opposed to の to 何詞ですか？前置詞。そうですね。前置詞の後ろに何が来ますか？名詞です。はい、名詞が来ます。同名詞も置くことできますね、前置詞の後ろには。なるほど。だから be opposed to の後ろ原型じゃダメだよっていうのが重要なんですけど、being built だけだと、はい、neighbors たちが建てられちゃうなっちゃう。このアパートメントタワーがなかったらね。うん。neighbors are opposed to being built だったら、隣人さんたちが建てられるのが当たり前になっちゃうので、はい、そこに意味上の主語って習わなかったですか？習いました。本当ですか？習いました、習いました。だから、アパートメントタワーっていうのが置かれてるんですよ。はい。アパートメントタワーが建てられるのに反対してます。なるほど。同名詞のビッグビルトの意味上の主語です。本当に大丈夫ですか？be opposed to ing、object to ing 大丈夫ですか？めちゃめちゃ大事ですよ。大事です。本当に知ってるの？本当に知ってるの？ opposed 単体他動詞、be opposed to の場合は後ろは名詞、to do に絶対しちゃダメとかね。うん、はい。大事です。怖い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 。5番。 She's good at art, so she should なんとか pride in her paintings。 はあ、これも狙われるやつですね。歯のメイク、メイクプライドイン。はい、メイクプライド。イエスオーみたいな。ダメです。ダメです。どれでしょう？ ring pride, draw pride, make pride, take pride。 意味は分かりそう。アートが good at だから得意。はい、だから彼女は、だから彼女は、はい、彼女の絵にプライドを持つべき、はい、そうですね、はい、なんでどれでしょう。答えは2の take です。 take pride in ですね。 take pride の take pride in です。でしたね、もう take pride in っていう、はい、もう覚えないとダメ。イディオムですか。で、これはしかも前置詞が誇りに思うは3種類あって前置詞が全部違うっていうので厄介なんですね。 take pride in はいいんですね。でも皆さんの知ってる誇りに思うは何ですか？一番有名なやつ。え、私はあなたを誇りに思っています。あなたを誇りに思っています。香原朋美でおなじみの。知らない。原智美の I'm proud 知らないですか？ I'm proud、はい、I'm proud。 proud の後ろは何ですか？前置詞 you を置く。その前に前置詞必要じゃん。 I'm proud you はおかしいですね。 I'm proud 何 you ですか？ of you。 そうですね。 I'm proud of you って言うんですね。これで of です。これ前置詞が違う。なるほど。で、 pride はどうして使うことができるんです。んー、で、その時の pride oneself on っていうのもあるので、ということで in of on と全部前置詞が違うっていうので出題されます。覚えました。絶対覚えてないと思うけど、絶対忘れてると思うんですけど、はい、という感じでした。1問だけしかできた。あ、1問できた。1問できた。ポジティブに捉えないで、パーサティブにならないでくださいということでした。はい、すごいギャップが激しいわ、今日の東大との。そんな感じでした。はい、はい、果たして本当に大丈夫なのでしょうか。大丈夫なのでしょうか。もう心配としかないんですけど。はい、ということでした。はい、ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。